しいです。これからよろしくお願いします、ご主人様。公演お疲れ様でした。次の公演まで日がありますし、ゆっくりと休めますね。そうだね。慰問コンサートもあったし、連日公演で大変だったよ。ところでさ、この食堂ってピアノがあるよね。成田くん一曲弾いてみせてよ。困りますよ。お店のものを勝手に触ったら怒られますって。成田くん。ニオちゃん、どうしてこの島にいるの？あなたたちの力が必要なの、ペルフェット。あの島で今、大変なことが起きてる。ごめんね。話がよく見えないんだけど。あの島の青少獣に流れる旋律をチューニングしないといけない。でも私だけじゃ音が小さくて届かない。私のことに合わせてオーケストラの人たちに演奏してほしい。十点衆の頼みなら断るわけにいかないよ。すぐに出発しよう。成田君、急いで行ける人を探して回ろう。わかりました。カロさんを離してください。この騒動はカロさんの意思で起きてるわけじゃないんです。今襲いかかってきた魔物の正体だってこいつの作品だった。こいつ以外の誰の仕業だってんだ。今すぐ魔物を退却させろ。そうしたら命までは取らねえ。脅しなんて似合わないことするね、君は。そんな物騒なものを向けないでよ。本当に暴走したらどうするつもりなんだ。随分と余裕だな。自分の立場が分かってねえらしい。立場が分かってねえのはおちゃんたちの方だぜ。今は力が抑えられなくて、だから作品がどんどん魔物化しちゃってるんです。アルテ様、何言ってやがる。言っちゃったんだ。もう何もかもがめちゃくちゃだな。ねえ、守り神はどんなに人を真似ても島民にはなれないのかな。ずっと島を出たことがないのに、僕はよそ者だったのかな。だからみんなの気持ちがわからないのかな。君たちのアルテ様は、芸術は役に立たなかったのかな。ついに気が触れたか。そんなに聞きたいなら答えてやるよ。俺はずっとアルテ様への敬愛を込めて絵をたしなんできた。だが絵は俺から大切なものを奪った。
ズタボロになった妻の絵を見たとき、悔しくてたまらなかった。アルテ様がなんだ、芸術がなんだ、そんなもん泣ける、家族三人でまたやり直せたんだ。ごめん、絵なんてなければよかったね。もう楽しめねえよ、最近時々絵が歪んで見えるんだ。極めつけにこの魔物化だ。あんたの魔法は俺の心をズタズタにしたんだ。歪んで見える、魔物に歪んで、ああそうか、そういうことだったんだね。カロさん、しっかりしてください。気をつけて、また魔物化したわ。いい加減にしろ、これ以上続けるんだったらただじゃおかねえぞ。勘違いもいいところだ。魔物化は君たちが引き起こしたというのに。は？俺たちが魔物化を引き起こしただと？君たちが災いの種だと思ったから、絵は魔物に見えた。僕もそう思ったから魔物になった。人を傷つけるなら魔物と同じだろう。役に立たない演奏会よりも温かいご飯がいい。ねえ、今のカロの言葉って、あの人がセレフィラさんに言ったのと同じ。眠りたい、雨の日も安心して。おいおい、どうしたってんだよ、また町のやつと同じこと言ったぞ。とにかくカロさんのところへ行きましょう。今なら捕まってないですし。カロさん、しっかりしてください。役に立たない、役に立たない。ダメ、話しかけても答えてくれない。どうしたってんだよ、オイラたちのことが見えてねえのか。自分を見失ってるのかもしれません。カロさんの気配ぐちゃぐちゃになってて、まるで島中の悲しみを全部吸い込んじゃったみたいで、いつもの明るい感じはどこにも。そう、人々の悲しみの旋律が流れ込んで彼の心を塗りつぶしてしまった。ニオさん、それにノビオさんたちやナーブさんたちまで。ニオさんに頼まれて急いできたんだ。団長さんたちにお話があるそうです。聞いていただけますか。彼を落ち着かせるためにあなたたちにも力を貸してほしいの。もちろんです。でもカロさんの身に何が起きたのかわかるんですか。彼の魔法、
見る人によって作品のイメージが変わるっていう。絵を憎んだ人の目には作品が歪んで見えるらしいの。美しさの欠片もないくらいひしゃげて。彼は絵が歪んで見えないように自分の魔法を歪めて元の姿を保っていた。それも無意識に。さっき画家の人が時々絵が歪んで見えるって言っていたけど、絵にかかった魔法のせいだと思う。憎しみが強ければ何度も絵はねじられ歪められる。ねじられてもねじられても直し続けて痛かったと思う。力に不調が出てもおかしくない。そっか、カロさんが何もしなかったらあの画家の人はとっくに絵を壊して回ってたはずだから。優しいカロさんらしいです。あの人を守るためにずっと無理してたなんて。アルテ様なんて、芸術なんて。ねじれを全部受け止めてカロは島の人たちの感情を移し取ってしまったということよね。助けることはできないの？どうすれば元のカロに。元々の旋律は聞こえる。不協和音に埋もれてかすかに。チューニングすれば心の歪みは直せる。でも賭けになるかも。私の演奏で寄り添っても彼の中の他の感情に遮られるかもしれないの。うまくいかなければ暴走してしまうかも。あなたたちはこれまでも青少女と渡り合ってきたんでしょう。彼のことを任せていい。じゃあ始めるわ。お願い。あいつがアルテ様だったなんて。暴走してしまったのね。あんなに辛くなるまで我慢して頑張りすぎですよ。悲しんでる場合じゃねえぜ。早くカロを止めてやるんだ。まずいです。カロさんの暴走のせいか魔物が集まってきてます。
そう、魔物を倒して突破しねえと。罰が当たったんだ。俺たちがアルテ様を冒涜してしまったから。ごめんなさい、アルテ様、どうかお許しください。顔を上げてください。カロさんは皆さんのことを責めてません。絵が壊されても突き飛ばされても、カロさんの口から出てきたのは皆さんのことを心配する言葉だけで、恨んだり怒ったりしなかったんです。島の皆さんのことが心から大好きだから。アルテ様、カロ、そうだ、あいつはいつだって人懐っこく笑って不愛想な俺のことも怖がらなかった。誰かを怒ったり責めたりするようなやつじゃなかった。今だって守れなかったって聞いて、そうよ、カロは私たちのために一生懸命だった。何度も勇気づけてくれた。そうだな、アルテ様の罰だなんて言ったらカロは悲しむはずだ。なあ、あんたたち、カロを助けるんだろ。俺たちに何かできることはねえか。まあ少しの間魔物を抑えるくらいしか俺たちにはできねえと思うが。助かります。エルタ、すごいわ。私も自分にできることをしなきゃ。今よ。ああ、みんなでこの島とカラを守るぞ。全力で演奏します。またあの夜の時みたいに大好きな音楽のことたくさん語り合いましょう。もう苦しまないで、私たちが助けてあげるから。止めてあげますから。仲間のために剣を振るおう。それか、終わりだ。俺の速さについてこれるかな。大神教と呼ばれしゆえ、見せてよ。お道具ぶり。無駄だ。そこだ、そこだ、そこだ、今だ。光の赤に染まれ。
かげ任せろ。ぶちのめす、華麗にやっちゃう。綺麗なバラにはトゲがあるの。鉄拳制裁。片付いたか。さあ先を急ごう。こんな悲しい戦いもう終わって。あなたを苦しめてる力を私がもらいます。ありがとうルリア。君たちと島のみんなも怖い思いをさせてしまったね。本当にごめん。まあ聖少獣と戦うのはオイラたち慣れてるからな。優しいカロさんに戻ってよかったですね。すごい冒険をしてきた君たちにはかなわないや。これでどうにか騒ぎは収まるだろうけど、気になるのは、大丈夫ですか？急に力が抜けて、なんでだろう。まぶたが重くなってきた。暴走して疲れちゃったのかもしれませんね。アトリエに戻って少し休みませんか？いや、もしかしたらちょっと休むじゃ済まないかも。遠い昔、誰に言われたんだったか。僕の体は、まるで脆いガラスみたいなものだって。傷ついたら修復に時間がかかる。疲れ切るまで暴走すれば、数百年眠るだろう。じゃあ眠ってしまったら今の島の人たちにはもう、はあ、なんてこった。僕は取り返しのつかないことをしたんだ。眠っても聖少獣の加護は続くけど、みんなが感じた恐怖をなくしてあげる時間は。ごめん、クーズのかけらも渡せそうにない。君たちの旅だって応援したかったのに。そんなことはいいんですよ。
私たちももっと早くカロさんの不調の理由が分かってたら、こんなことには。僕は一体何をしていたんだろう。きっとカロなんていなくても、この島の人たちはちゃんと自分たちの力で立ち直れたはずなのに、僕はただ誰かに頼って欲しかっただけなのかも。ひどい守り神だね。頼ってたよ。みんなカロの歌や絵に励まされてきてたんだから。そうよ、私もいろんなところでカロの絵を見て何度も元気づけられたんだから。なのに俺たちはカロのことを疑ってしまった。どうかしてたと思う。しょうがないよ、僕が人間じゃないのは事実だし、魔物かなんて怖かったはずだ。あんたはどこまでも優しいんだな。怒ったっていいんだぞ。特に俺はあんたに辛く当たりすぎだ。自分が惨めだからって人を傷つけていい理由にはならねえ。そんな当たり前なことも忘れてよ。怒れないよ。怒れるわけがないじゃないか。僕はずっと君たちのことを見てきたんだ。君たちのことなら何でも知ってる。アルテ様だもんな。俺はあんたみたいな友人に恵まれたことを誇りに思う。僕にはもったいない言葉だね。安心して眠ってくれ。あんたが目覚めるまでこの島は俺たちが守ると約束する。目が覚めたらまたこの町に戻ってきてくれるか。ないの？だってもう会えないんでしょ？歌を、カロが好きだったあの歌だ。確かこういう始まり方をした。ララ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 ラ。そうね、その歌だったらみんな知ってる。歌おう、それがいいな。あみんな、誰か伴奏できる？楽器は避難所に置いてきてしまったの。僕がやります。やらせてください。あんたの演奏なら申し分ねえ。頼んだぞ。みんなで歌うんでしょ？だったら伴奏も豪華な方がいいわ。
セレフィラさん。あなたたちも私に合わせて。わかりました。立派な祠になりそうですね。カロさんが見たら、僕はこんなに偉くないよって照れちゃうかも。確かに言いそう。でも、これは私たちの戒めの意味も兼ねているの。どんな時も、アルテ様への敬愛を忘れずに、豊かな心を大切にする。二度と同じ過ちをしないように。なら、立派なくらいでちょうどいいかもしれないわね。広場にも、カロの石像を置くつもりよ。目が覚めたら町に来てって、約束したんだもの。私たちの子孫に、カロの顔を伝えないといけないでしょ。石像ですか。カロさん、もう旅人って言わなくても良さそうですね。君たち、ここにいたのか。ノビオさん、それに楽団の皆さんも。ご挨拶が遅くなりました。実はニオさんから依頼をいただいてこの島に来ていたんです。ちょうど公演の合間のタイミングでラッキーやったわ。もうすぐ出発時間だからあまりゆっくりはできないんだけどね。出発する前に君と話がしたかったんだよ、エルタ君。僕とですか？君はなかなか芯のある男だと思った。君の言葉、態度、行動に僕はとても感動させられたんだ。君のような勇気ある青年がいてくれれば、芸術が存在価値をなくすこともないだろうと確信したよ。あれは勢いだったというか、夢中になってただけで。そうかい？僕にはあれこそが本来の君だと思えたけどね。それからセレフィラ、君の演奏もとても良かった。いろいろな経験をして感性を磨いてほしい。あ、はい。ノビオさんにそう言ってもらえて嬉しいです。ねえみんな、カロの楽器が治ったよ。
っとカロさんも喜んでくれます。祠に何も奉納しないんじゃ閉まらねえからな。まあ傷跡は残っちまったが。どれ、少し見せてもらえるかな。ほう、見事な修繕だ。これなら音質も完全に元通りだと思うよ。確かにね、見る人が見れば修繕した後はわかる。でもそれは傷なんかじゃない。これは君たちの歴史だと僕は思うよ。ぶつかり合い、和解し、大切なものに気づくまでのね。そう考えたらその修繕跡も君たちにとって意味のあるものになるんじゃないかい。これが俺たちの歴史か。のびおさんの言葉は一つ一つが重いな。やっぱり僕はまだまだだ。皆さん、そろそろ定期便が出発します。もうそんな時間なんですね。団長さん、またどこかでお会いしましょう。また成田さんにお願いして公園の情報を送るけ。遊びに来んね。あ、そうだ、これ。カロさんが直してくれたんです。受け取ってもらえますよね。俺の絵、どこか目立つところにでも飾るか。そうしてください。そういえば菊石さんたちはいつまでこの島にいる予定なんだ。決めてなかったですね。あなたたちのおかげで片付いてきたし、あとは私たちで何とかできると思う。旅続けたらどう？強和音だいぶ弱まったから私ももう平気だと思う。ニオさん、そうなんですね。団長、あなたはこれからどこへ？なんだ、オイラたちと一緒に来るか。行き先が近いなら乗ってけよ。うん、今はまだ。いつかまた会おうね。あんな状況でも団長の旋律は歪まなくて、少しあなたに興味が出たの。団長、あなたの中に流れる旋律、私は好きかも。ずいぶん気に入られたもんだな。さて、そろそろオイラたちも出発するか。どんな旅が待っているか楽しみね。またいろんな人と出会えると思います。Never
looking back, for there is nothing there to see. Simply journeying to where are your holly? But one wish, that's what it would be. That's what it would be. ご褒美だって。私も嬉しい。